時間の時間がやってまいりました。はーい、はあ、今日もアハ体験しちゃってくださいね。アハッアハッ、そう、後ろ変わっちゃうからね、これね、今日もね。はい、皆さん、どこが変わるかお楽しみにね。わー、パチ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 。あ、そういえばさ、鼻くそ溜まっとる？あ、溜まってる？溜まってる？溜まってないよ。溜まってないね。はい、わかりました。何の話？何の話か分かれてん。何の話か分かれてん。鼻くそ溜まってんの？溜まってる。あらー。チンしながら後で。ピーピーなっちゃうよ、ピーピーって言うけどね。皆さんちょっとそれ我慢してくださいね。ピーピー言ってもごめんね。はい、わかりました。はい。じゃあね、1個目ちゃう。はい。はい、1個目いきますね。はい。この娘ちゃん、ワンワンかん。この娘さん。この娘さんなのね。あそこ歩いてるでしょ、あそこ、そこ。この娘さんだわ。この娘さんだった。この娘さんだって。ね、あじゃ。わかるかしら。わかるわよ。意味。この娘さんだが。そういうこと。でしょ。うん、この娘さんだでさ、うん、さん。三、ワン、ツー、三、四、五、五、この五、はい、わかりました、はい、うん、そういうことね、うん、どこの出身なのかしらね、ね、遠いわね、ね、全然なんかさ、接点があれせん、接点があれせん、ピッピッと線引かれちゃうからね、ピッピッと、ね、そう、わしまんは雑種だからね、うん、そう。雑豚、うん、うん、なんていう、雑トン、雑トン、なんか雑トンっていうお店なかった昔、なんか聞いたことあるよ、近いね、多分ね、多分そういう名前だったと思う。はい、わかりました、はい、はい、なんだった、うん、この娘さんだからね、うん、そう、この娘さん、え、もうこれわかる、もういいか、次行く、ね、うん、次ちゃう、はい、はい、おぼくちゃん、はい、わ、おぼくさん、おぼくさん、おぼくさん、ぼく、はい、ぼくでーす、ね、聞いたことないんだ、これね、うん、これよくね、お茶漬けにして食べたと思う、ちっちゃい時、あら、そう、ちょっとだけ鉄の味がするの、そうなの、そう、うん、あの、ほら、お仏壇の両側にさ、ご飯プチプチって置くじゃない、うん、してる、うん、あれをね、お茶漬けにして食べるの、おう、そう、おばあちゃんが美味しそうに食べてたから食べてみたらなんか鉄臭いの。鉄の器なの？鉄なのあれ。へー。わからせん。わからせんけどなんか鉄臭いの。ほこりの味だったのかね。わからせん。わからせん。チーンした後だからね。チーンって。まだ。気にならなさそうだね。でしょう。なんのかっちゃ？かっちゃまん。かっちゃまーん。かっちゃまーん。はい。あ？で。で。で、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 おぼくさん、おぼくちゃん、おぼくちゃんは、うん、お茶漬けにして食べてくださいね、はい、はい、わかりました、はい、はい、なんだった、そう、だからさ、仏壇の横に備えるご飯ね、そうそう、仏壇に仏様のご飯、そうそうそう、そうそうそう、うん、そう、おぼくちゃん、おばあちゃん食べてたね、おばあちゃん食べてたでしょ、うん、あれ、美味しそうに見るんだな、ちっちゃい時はな、うん、そう、ワンって言ってもくれんかったからね、ワンってワンって、そう、もう味噌汁かけご飯ばっかり。美味しいじゃん。味噌汁、ワンちゃんご飯って言うね、あれ別名。ワンワンご飯って言ってた。そう、猫ちゃんご飯なんかしてる。あの、かつお節。正解。かつお節と、なんかちょっと醤油かけてご飯にぐちゃ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 って食べるやつ。あれも美味しいけど、辛かったから。辛いね、うん。まだワンちゃんご飯の方がいいでしょ。うん、ね、味噌汁かけご飯。うん、一回さ、うん、あの、焼肉なんかやった後のさ、うん、汁かけてあげるとさ、うん、次の日から食べないんだよ、うん、そう、もう食べえせん、あ、贅沢な、一回味覚えちゃうとね、うん、味噌汁がかけご飯が食べれなくなっちゃう、そうなの、そうなの、一回美味しい思いしてるからね、うん、次の日からね、キック食らうしよう、飼い主さんごめんなさい、うん、はい、わかりました、なんだった、うん、次行ってみる、うん、はい、猫なしで眠いでかん、ワンワン、猫な
話しだで眠い。だしょう、うん、ちゃんと寝や。今寝てかん。今じゃない、後でちゃんと帰って寝てください。はい、豚小屋で寝るんだよ、ちゃんと。豚小屋って言わないで。何小屋っていう。トントン部屋。トントン部屋。なんかさ、うん、違うと思う。猫なしで眠いでかん。猫なし、猫がいないから眠いんじゃないんだよ。そう、あれそうなの。そう、猫いないからてかいた方が眠い。あ、ほんとだ、猫ちゃん入ってくるけどね。うん、最近は猫ちゃんもワンちゃんも仲いいんだよ、ね、そう、うん、みんな仲良しだからね、動物は ね。はい、猫なしで眠いけど頑張っていかなかん。うん、はい、わかりました。はい、はい、寝てないから眠い。ほんとだ、水じまいだから眠いってことね。ほんとだ、うん、ちゃんと寝なかんね、みんなね。そう、寝てくださいね。はい、もう最近布団入っても寝れへんねんかん。でも寝れるよ。2時間も3時間も寝れるぜ。おじいちゃんはね、なんかいつの間にか朝になっちゃう。あら、あら、明るくな、明るくなったら眠たくなってくる。そう、明るくなったら眠たくなってくる。いかんと思う。なんか寝れません。腰も痛いし足も痛いし。じゃあ散歩しように。夜中に散歩する。朝になったら、朝になったらね。夜中は徘徊、夜中徘徊で捕まっちゃう、うん、気をつけなあかんと思う。蛇に噛まれちゃう、うん、気をつけなあかん。落ちちゃう、落ちちゃう、うん、汚くバッチコイくなっちゃう、うん、バッチコイけどね。歯、歯が一本もない。歯、歯、歯がある。気をつけなあかん。手羽先食べたからね。そうだね、うん、手羽先食べたからまた歯取れちゃう、ね、そうだね、歯もボリボリ食べちゃった。いかんと思う。ボリボリ言わせん、ごっくんしか言わせん。何の話しとった？猫なしだでね。ほんとだ、もう頭がピープピープいとるで分かれへんくなってきた。なかった？それ次行ってみる？うん、よっしゃ、行くよ。はい。あ、一個飛ばしちゃうかもしれん、うん、はい、その鬼門よう果てるよ。はい、その鬼門よう果てるよ。鬼門？パン、キモン、はねる、パンっていう、パンっていう、パンっていう、ロケット花火、あ、うん、違う、うん、キモン、キモン、キモンってあれ？あれじゃない、あれじゃない、あれじゃないキモン、あれじゃないキモン、そう、横にずーっとこうやってピッてカチッパチッてやってしまってるやつ、うん、そう、ピチッてパチッてやってピッてパチッてしまってるやつ。そう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 、うん、あの京都とか行くとさ、うん、外人さんがいつも来てるやつね。大阪にもあるよ。あ、そうなの、うん、うん、そう、着物ね、うん、着物、そう、着物、着物が爆発する。違うよ、違う、違うよ。はぜ、ね、る、はぜる、爆発したら大変だよね。はぜどんも、俺でかんわ。はぜどんも、わかんないけど、はぜどん、あら。そうだね、うん、着物がはぜる、うん、爆発じゃないの。その着物、よく似合うね。そういうことだよね。そうだね。そう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 。ハゲるってね。よーね。ハゲる？誰がハゲた？知らない。はい、わかりました。よ、ハゲるで、よう似合っとるでね。そうそう。そう、そういうことだね。よく映えるよっていうこと。うん、そういうことだね。うん、キンキラキンキラキンキラリンってことだね。キラキラしてる。うん、目の前キラキラしてきた。大根だ。あ。ダメかもしれん、うん、あー、スローモーションで落ちてちゃう、はい、カリラーちゃんと、はい、わかりました、はい、はい、次行ってみる、はい、はい、だからさ、うん、そうではのうて、にゃ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 って言う、たまにはにゃって言う、はい、わかりました。はい、ワン、ツー、スリー、はい、そうではのうて、そうではのうてのう、そうではのうて、お主も悪いよのう、あ、そうではのうてのう、な、うん、はい、のうてなんだ、なんじゃい、なんじゃい、あ、なんじゃい、なんじゃいって言うか、なんじゃい、なんじゃいって言ってかん、そうだ、のうてなんじゃい、あ、そうじゃなくて、はい、どういうこと、ってこと、はい、わかりました。そうじゃないんだって、うん、じゃあ違う意味らしい、そういうこと、はい、わかりました。
なんかわかんないけど、分かったような、分かってないような、分かったような、分かんない。そうではのーで。はい。わかりました。はい。はい。じゃあもう、次から次言ってみる？はい。はい。ひずるいで、目をつむったのよね。ワン、ツー、スリー。ひずるいで、目をつむった。ひずるいで。ひずるいって、これまた、聞いたことないよ。聞いたことない？うん。まぶしいでかんってことだよ。まぶしい。まぶしいに目つむった。はい。目つむれへん。目つむれへん。ほんとだ。開きっぱなし。ほんとだ。目を閉じたってこと。うん。目を閉じて、何も見えず。そうだな。そうだな。そう思う。あれ？目閉じたら見えない。そう。あの、歌ってる人に言っとかなあかん。うん。目閉じたら何も見えへんよ。見えへんよ。多分ね。真っ暗クラスケになっちゃうからね、うん、でしょ、いやね、それ真っ暗クラスケ出ておいで、出てこせん、うん、本当だ、明るいからね、まあ明るいからね、うん、スタジオガンガンでこう照明焚いてるからね、眩しいのよこれ、もう眩しいのね、これもう目がいっぱいでかん、スタジオって言ってかん、ここ教室だった、そうよ、はい、わかりました、蛍光灯いっぱいついてるからね、そうそう、はい、わかりました、何だった、うん、気づるいて目つむ、何だって、つむった。はい。ひずるいで目つむったわ。まぶしいで目閉じたよ。あ、なんか違う。カミカミです。カミ、トレットカミカミ。はい。はい。わかりました。はい。はい。そういうことだよね。はい。はい。じゃあ次行く。はい。次行ってみよう。はい。おへちゃ。ワン、ツー、スリー。おへちゃ。おへちゃ。なんかおへちゃって可愛くない？おへちゃ、なんかお茶？うん、お茶。へが入ったお茶。プッとプって言った、プッとプって。はい。おへちゃの。はい、ちょっと臭いお茶。臭いって言うな。臭いって臭。臭いお茶？違う。違う。おへちゃ。なんかおへちゃってでも可愛いよ。ね。うん。そうそう。可愛い子のこと言うんだべな。うん。多分ね。おへちゃね。うん。うん、ちょっと綺麗じゃない人のこと、でもみんなに好かれてると思う、そうそう、うん、可愛げがある感じだよね、そう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 、うん、そうそういう人のこと言うんだよね、そうそうそう、そうだよね、そうそうそう、うん、おへちゃんの人いいよね、うん、うん、みんなに好かれて大好きだと思う、ね、うん、そういう人のことね言うんだよね、そんな感じの人がいいよね、はい、うん、わかりました、はい、はい、じゃあ次も行ってみる、はい、メンター、はい、メンタマーメンタマーメンタマーメンタ、あ、これピッってやつでしょ、メンコ、あ、メンコ、いや、裏返ったら負けだよ、してる、してる、してる、やったよ、してる、やった、やった、四角いやつとか丸いやつあるの知ってる、あった、あるでしょ、あった、あった、これピッってやるね、ピッってあれ、髪めくれてくる、そう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 、でもあれさ、ノリが張ってくとさ、うん、重たくなって勝てるんだよ、うん、表面にさ、ロウ塗るの知ってる？知らない、ロウ塗って、こうシッシッってロウ塗って、こうピッってやると開いてるからめくれづらいんだよ、重たくなるしね、つるっと滑るしね、知らんかった、でしょ、そんなに遊ばんかった、メンタで、それメンタじゃない、メンコ、あ、メンコ、メンコだね、丸いメンコとかね、うん、四角いメンコとかあったからね、あったね、最近はメンコ見ないね、見ないね、うん、メンコ、メンコじゃないよ、これメンタ、はい、わかりました、別物ですよ、はい、メンタ、メンタはなーに、女の子のこと言う、そう、メス、メス、メスはメンタ、メンタ、はい、じゃあオスはオンタ、オンタ、あ、なんかさ、うん、中京テレビの人、んオンタさん見てる、それ違う、違う、それ違うね、うん、オンタ、オンタ、なんかあったかいさ、卵みたい、オンタ、違う違う、男の子ね、うん、メンタとオンタね、うん、メンタとオンタはペアで覚えてくださいね、はい、メンタオンタ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 、はい、うん、これみんな覚えたと思う、はい、歌に乗せて覚えちゃうタイプ、タイプ、そう、立ち番号すぐ忘れちゃうから、そうだね、そう、ちゃんと曲にして覚えないと覚えられないの、うん、あ、多分ね、歌
手にしても覚えてないんだよ。うん、多分来週までに忘れてると思う。でも名古屋人だからちゃんと知ってる。名古屋人、人、人、人じゃないね。ワン。名古屋湾。名古屋港。あ、三河湾の下見てる。あ、名古屋港。何言ってるか分かんない。分かんない。分かんないから次行っちゃう。あら。今日もさ、これ最後になっちゃうよ。もうほら。ほら変わってるじゃん、後ろ。気づいたかな。気づいた。柏湾は気づいた。その脳みそ見せてかん。後ろ頭。後ろ頭。後ろ頭。後ろすぎる。なんかさ、臭い。臭いって言うな。臭いから後ろ見せてかん。はい。はい、わかりました。ちゃんとアハ体験してね。これね、後ろ見てね。そう。ちゃんとみんな、今日も変わってるからね。はい。最初からもう一回見直してくださいね。はい。じゃあ最後いっちゃうよ。はーい。はーい。ヨドカケ。わんわんわん。ヨドカケ。ちゃんとかけといて、あ。必要だね。たぶんね。よだれ垂れちゃうもんね。そう。もうね、手羽先見るとダラダラ出てくる。うん、もうよだれがビャービャー吹いてくる。そう。だからよだれ、こうビロンって、こうビョンビョンって出ちゃうから。そう。みんなもちゃんとよだれかけといて。よだれかける？あ。よだ、そう、よだれかけかけときゃ、ちびっこみたいに。よどかけって言う。そうだね。よだれのことね、よどって言う。そう、よどがいっぱい出る。よど。あんじゃ、汚い。汚いで、そう、しまって、ジュルジュルって吸っといて、吸っといて。そこにそのままお返しするわ。はい、わかりました。はい。いや、あ、もう、よだれ出ないように頑張る。うん、手羽先食べるときだけにする。うん、はい、わかりました。はい。じゃあ、今日もね、これ終わっちゃったよ、10個。早いね。また来週までのね、お別れですけどね。はい。また来週元気よくね、名古屋弁、何？名古屋弁講座やりますからね。はい。はい、わかりました。じゃあまた来週までね。あ、今週さ、差し入れなかったからさ、また来週楽しみにしとく。そうだね。わかりました。じゃあ、うん、楽しみにしとこう。ここに送って、ここ、わかった？わかったわ。はい、お願いしますね。お願いしますね、皆さんね。はい、わかりました。じゃあ、アハ体験もしたことだし、また来週までね、お楽しみにっていうことでね、今回も、ね、終わりまーす。じゃあ、また来週ね。じゃあねー。たたたたたー。